確かに実際エピソードトークで見バレしたしな。でもうち見バレしても動揺してないのが最強の引きこもりだからないんだよな、動揺が。っていう話を前運営に言ったことある。見バレしてもうちマジで家に出ないから、もう絶対に住んでるとことか特定されないって話して、もう絶対大丈夫みたいな、外で観測されること絶対にないっていう話を運営にして、マジで大丈夫ですみたいな、マジ家出ないんでみたいな、変装するとかさ、変装して声を小さくするとか喋らないとかさ、もうあれとかさ、まあ大事なことだけど、うちもちゃんと分かってなきゃいけないことだけど、でもなんか正直ちょっと心のどこかであんま関係ない話だなって思ってるもんね。エピソードトークおもろいから限界までやってくれ。もうね、限界値やね。これ以上やるとね、ストップ入るね、運営からの。いや、うちね、多分みんなが思ってるより圧倒的にね、社会不適合だから、もっといろいろあるんだけど、まあ、ストップやね、やっぱ。